旧時家住宅洋館は、群馬県沼田市に所在する西洋館である。パンの殿様と呼ばれた旧常州沼田藩主の子、時明により、大正時代後期に東京の渋谷に建てられ、平成に入り、国元の沼田に移築された。時家は、上野国沼田藩主の12代の来地の時に、明治維新を迎え、本拠を、東京、赤坂の江戸見坂の江戸屋敷に本拠を移し、 別邸を沼田に置いた。1892年、第一の子、章が生まれる。明治30年代、財産を失った、大友は、赤坂の本邸と沼田の別邸を売り払い、東京の北千住で庶民として、再出発することとなる。昭は、東京府立第一中学校を卒業する前後に、家の激変にあったとみられ、すぐに、東京帝国大学に進まずに、 千葉高等園芸学校に進学。さらに、明治法律学校を中退した後に定大に入学し、発行学を学んだ。1917年に卒業した後は、独立し、仲間と共にパンの製造販売業を立ち上げた。事業としては失敗するのだが、木村屋をはじめ製パン業界の人脈を得る。共通の知人の紹介で貞子と結婚すると、 貞子の実家の近くの日本橋三越前で八部同士を扱う近藤商会に入社。発行学の研究のため同社より二度にわたり、ドイツに派遣されたが、その留守中に関東大震災に見舞われる。被災当時は、時家は北千住から高木町に移っていたが、帰国した省は渋谷に土地を取得し、1924年8月に新たな邸宅を寄港。 同年12月に完成した。当初は木造2階建ての洋館部と平屋の和館部を連接させた大規模な邸宅であったが、昭和50年代前半に和館部を解体した後に鉄骨造り2階建ての大屋が建てられた。1979年に章が死去した後は、1988年秋まで妻の貞子が1階の和室に暮らしていたが、 同年冬からは使用されなくなっていた。設計は伊藤平三郎、思考は森田城三郎。当時のドイツで流行していた有限としている様式を基調とし、塊のような大きな屋根と、そこに開けられた牛の目状の換気窓石積みのテラスなどに特徴が見られる。国会色の天然スレート武器で、傾斜の急な屋根には、東ハ風のような牛の目窓がアクセントとなっている。 2階外壁は、茶色ペンキ仕上げの下見板張り。裾広がり状とすることで、窓の掘りを深く見せ、窓の下には、課題がしつらえられている。1階外壁は、黄土色のドイツ壁仕上げ、その下の基礎部は、自然石乱積張りで壁面の衣装に変化をつけている。玄関や応接間の窓には、アーチ状の装飾が施されている。1階2階と模様室と和室がある。 儀洋風建築の一つであるが、洋間の壁や天井は、白の漆喰仕上げとし、明治期の西洋館とは異なりカビな装飾は避け、充足した生活のための内部衣装を優先した。1989年、小のこの実ノルより、沼田市に対して寄贈の申し出があり、翌1990年8月に、沼田市西倉内町の沼田公園に移築され、 京都人物資料館として公開された。1997年11月5日には国の登録有形文化財として登録を受ける。沼田公園の再整備及び沼田城跡の発掘調査のため2020年に市内上野町の国道120号沿いに移築された。隣接地には宇ぶか記念文庫や2016年に市内材木町から移築された。 沼田貯蓄銀行があり、本館と同様に沼田公園内にあり、登録有形文化財の登録を受けた旧日本キリスト教団沼田教会記念街道も2020年に移築され、大正期の建築物が立ち並ぶ街並みが形成されている。館内は有料で一般公開されている。ありがとうございます。